阪神高速32号新神戸トンネル。阪神高速32号新神戸トンネル。阪神高速32号新神戸トンネルは、兵庫県神戸市中央区雲通から、同市北区山田町に至る阪神高速道路の路線である。路線名は、主要神戸市道生田川美濃谷線。阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の路線の一つとされているが、 工実の通り、神戸市道路公社から移管された経緯から、50cc 超 125cc 以下の小型自動二輪車、原付二種も通行可能であるなど、自動車専用道路ではない。北行きの新神戸トンネル及び、南行きの第二新神戸トンネルの2本のトンネルで構成されており、いずれも阪神高速道路株式会社が管理している。 神戸市中心部と神戸市北部や三田市などを結ぶ、兵庫県道15号神戸三田線、通称、有馬街道の深刻な慢性渋滞を解消する、目的のバイパス道路として建設され、六甲山地西部を南北に縦断している。道路区間のほとんどはトンネルで、道路の延長は北高。 南行ともに8 5トルであるが、トンネル部分は、北高が7 9トル、南高が8 1トルに及ぶ。主体となる、六甲山地を貫通するトンネルは、北高が新神戸トンネル、南高が第二新神戸トンネルで、市町村道のトンネルとしては、日本最長である。また、六甲山地の南側、新神戸き付近より、南は生田川に沿って、 国道2号まで路線が伸びるが、この区間も大半は、川の両岸を地下トンネルで通過する。なお、北港は一部三六バイパスと路線を共有しており、新神戸トンネルに入って、すぐの場所で、同バイパス、西行のトンネルが分岐している。料金所は美濃谷出入口、美濃谷 JCT にあり、北行き、南行きともここで料金を徴収している。全線で、 ETC が利用可能である。なお、5km 以上の長大トンネルのため道路法、第46条を根拠として危険物、はじめ車両は通行禁止となっている。トンネル内の制限速度は、時速 60km、布引と美の谷 JCT 付近間の制限速度は、時速 40km、南港の進行べき出口付近は、時速 30km である。 阪神高速で唯一の自動車専用道路でない、標識も青色となっている路線で 50cc 超 125cc 以下の小型自動二輪車、原付き二種も通行が可能、50cc 以下の原動機付自転車、原付き一種は通行不可である。ただし、ミノ谷料金所異変の7号北神戸線は自動車専用道路となるので小型自動二輪車は乗り入れできない。 鉄道トンネルである北上急行北上線の北上トンネルが並行している。同トンネルは先行して貫通した第二新神戸トンネル工事で使用した先進工などを活用することにより建設費用を圧縮している。トンネル内の換気は新神戸トンネル北高では放流換気方式で第二新神戸トンネル南高はジェットファンで行われている。 全車と同じ構造を持つ他の道路で発生した事故2012年12月の笹子トンネル天井板落下事故を受けて阪神高速が実施した取付ボルトなどの緊急点検において異常はなかったことが報告されたが後に同トンネルの天井板を2014年度の緊急修繕事業として撤去する方針であることが発表されたトンネルからの水は 神戸市の上水道の水源としても利用されている。また、対面通行時代の南行き車線側に天然水が湧き出しており一般利用者も組むことが可能だったが後に利用できなくなった。第二新神戸トンネルはトンネル用信号機が設置されていないトンネルとして、また、原付二2種が通行できるトンネルとしては日本一長い。開業当初は、 現在、北高トンネルとなっている新神戸トンネル一本のみ、共用されたとなっており、対面通行となっていた。道路線は、神戸市の事業として建設され、神戸市道路公社が新神戸トンネル有料道路として、管理、運営をしていたが、新神戸トンネルの前後区間で、阪神高速を利用した場合でも連続走行が適用されず区間ごとの料金が必要となり、 割高となることが問題視されていたほか、阪神高速道路が距離制料金へ移行することもあり、2012年の夏までに、同社へ移管することとされたが、事務手続きの遅れなどにより、同年10月1日へ延期された。この区間には、多数の高速バスを含む路線バスが運行されており、このトンネルや、周辺の阪神高速各線の開通によって、山の宮から、 有馬温泉や三木、尾上は神戸電鉄を利用するよりもバスで早く行事ができるようになった。道電鉄では近年鉄道利用者の路線バスへの流出が著しく、特に新規バスと競合する青尾線では年間10億円以上の赤字を計上している。全線が兵庫県神戸市に所在する。新神戸トンネルは北側の終点である JCT で 阪神高速道路7号北神戸線の、美濃谷出入り口と接続するほか、南側の終点である国道2号出入り口は3号、神戸線の生田川出入り口に近接している。そのため、両道路間の乗り継ぎルートとしても使われており、3号、神戸線の混雑時は7号北神戸線を経由して、姫路、淡路島、徳島方面への迂回路としても利用できる。31号、 神戸山手線乗り継ぎルートとしては外れたものの2011年4月以降は ETC 車限定で3号神戸線、生田川出入り口との間でも乗り継ぎ割引が適用されるようになった。なお2012年10月の移管後も阪神高速北神戸線は現金利用はそのまま加算されずに乗り継ぎできるが神戸線に乗り継ぎする場合は別途料金が発生する。 ETC 利用の場合は、神戸線から新神戸トンネルを通り北神戸線へ乗り継ぐ場合、逆も同様は通常の乗り継ぎと同様となる。また、排気量 50cc から 125cc の小型自動二輪車についても従来通り通りを認めることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。